はい。NHK の谷井です。すいません、別件で恐縮なんですけれども、馬場代表にお伺いいたします。今日は自民党の浜田国対委員長が旧文通費の使途公開などをめぐって今国会中に一定的に行うことは難しいということをぶら下がりで発言されました。で、旧文通費の公開をめぐっては馬場代表が岸田総理と結ばれた合意文書の中でも進めていく旨書かれていたかと思いますが、自民党の幹部からこうした発言が出たことに対する受け止めをお聞かせください。はい、その件については遠藤国対委員長からも報告を受けています。で、この問題については繰り返し申し上げてまいりましたが、そもそも自民党さんが起こした不祥事です。ですから本来ならば平成元年の自民党作成の政治改革大綱に沿った形で、最も厳しい案を出してくるというのがこの政治資金改正法の肝であったというふうに思いますが、残念ながらもうざるだらけの、法案、また制度、そういうものを提案してこられて、そこに危機感を持った岸田総理がですね、維新の案を丸呑みして協力してやってくださいというお願いがあったから我々はアクションを起こしたわけです。ですから岸田総理と交わした3点にわたる合意点、1つ目が今おっしゃった旧文通費の領収書の公開、残った場合には国庫に返納するということと、この政治資金規正法の中でも一番国民が問題視している政策活動費についてきちっと透明化を図りましょうということ、そして3点目は政治家本人が自らの政治団体に寄付を行ってですね、その金額をもって税額控除をしているということ、これをもう禁止すべきであると、この3点でですね、去る5月に岸田総理と合意をしたわけです。これ一国の総理総裁とですね、公党の私がこの公の場で合意をした話ですから、これをやらないということになると全く嘘つき内閣と言っても私は過言ではないと思います。その結果を見た国民の皆さん方がどう感じられるかということを、私は今自民党のすべての議員が深く自覚すべきであると思います。私が地元へ戻ったり地方へ行きますと、明らかにこれまで自民党の支持者だった皆さん方がもう自民党には二度と票を入れないということを堂々と人前でもおっしゃる、それぐらい国民の怒りというのは頂点に達していると思います。なぜかこの永田町ではその雰囲気が全く伝わっていない、国民の思いが伝わっていない、こういう政党がですね、国民のために何かやりますと言ってももうすべてが嘘ということになると思いますので、公党間の約束が破られるということになると、我が党としてはもう最大限の力を使って自民党を攻撃するということになると思います。参議院の方で政治資金規正法の審議が昨日から実質的に入っています。で、音喜多政調会長をはじめですね、自民党の履行されるかどうかの確約が取れるかどうか次第では衆議院と異なる態度を取る可能性もあると言及されていますけれども、参議院での規正法の賛否についてどうお考えになるのか、判断基準を含めて代表のお考えをお聞かせください。はい、政治資金規正法についてはですね、これから詰めていかなければならないところがあるというのはよく分かっています。ですから今後も自民党さんとの協議を重ねていくというつもりはもちろんあります。しかしこの文通費の問題を保護にするということであれば、これおそらく来週の19日水曜日あたりに政治資金規正法の採決が予定通りにいけばなされるということも聞いておりますので、その段階で旧文通費全く進んでいないということになるとですね、信頼関係は地に落ちますから、そのことをもって今まで通りの対応をするかどうかというのは原点に戻ると、スタート地点に戻るということですから、衆議院で賛成をしたからといってですね、あぐらをかいてこの参議院でも賛成してもらえるだろうという考え方は非常に甘いということを申し上げておきたいと思います。他
海道新聞の鶴沢です。関連してなんですけれども、今立憲民主党の方で内閣不信任案の提出についても党内で検討されている状況を側聞しております。まあ、現時点で御党としての内閣不信任案に対する考え方についても合わせてご教示いただければと思います。まあ、公党間の約束が守られないということになれば、もうその岸田内閣はもちろんですし、自民党に対するもう不信というのは頂点に達すると思いますので、それなりの対応をさせていただくということになります。テレビ朝日の森本です。関連してなんですが、まあ、共同提出なども考えられるということでよろしいですか？不信任案の、はい、まあ、それはまだその時は来ていませんから、今ここでどうするということははっきりとは申し上げにくい状況です。